CSR 三角形の概略図。CSR 三角形は植物の生存戦略に関する仮説であり、ジョン・フィリップ・グライムによって提唱された植物生態学の用語である。この仮説では植物の生活史を3種類に分類し、R 形戦略説よりも広い適応性を持っている。この仮説で示されている3つの生活史とは、ストレスが小さく格乱が少ない生育場所に、 適用した競争戦略、ストレスが強く格乱の小さい生育場所に適用した、ストレス耐性戦略、ストレスが小さく格乱の大きい生育場所に適用した、格乱依存戦略の3つである。なお、ストレスが強く格乱の大きい場所に生育できる、植物はないためこれは考慮しない。ストレスの強さと格乱の強さを縦軸、横軸に取った場合、 三つの生存戦略が三角形の、それぞれの頂点に位置するため、三角形の名がある。ストレス耐性戦略を取る植物。前方に、イグサ、後方に、黒豆の木、西洋メシダ、ヨーロッパシラカバが見える。競争戦略を取る植物は、ストレスが小さく格乱も小さい場所で生育し、他種との競争に勝利して、旺盛に繁殖する。その戦略を取る種は、 成長速度が速く、種子や地下系などの繁殖期間の生産力が高く、高い表現が高素性を示すといった、多種との競争に強い性質を持っている。ストレス耐性戦略を取る植物種は、乾燥などのストレスが強く格乱が小さい場所に生育している。これらの種は、成長が遅く、寿命の長い葉を持ち、栄養分を多く貯蔵している。一般に、 表現が高素性はあまり示さない。ストレス耐性戦略を取る植物は、環境ストレスに反応して、生理学的な変化を起こすことで、ストレスへの耐性を高めている。そのような種は、鉱山や乾燥した土地、火がほとんど当たらない環境、栄養分が乏しい土地、pH が高い土地などで生育している。格乱が大きく、ストレスが小さい場所では、 格乱依存戦略を取る植物が有利になる。格乱依存戦略を取る植物は成長が早く短期間のうちに生活感を完了し非常に多くの種子を生産する。これは雑草的な特徴であり、格乱が起きたばかりの土地でこの戦略を取る植物がよく見られる。一年生植物に多い戦略である。ありがとうございます。